中日立浪和義監督、細川誠也の後ろで打撃練習を始める。これは天才立浪和義。もう説明するぐらいなら全員俺のバッティング見ろ精神が働いた。我慢できなくなっててくさ。ミスタードラゴンズの血が騒ぐんでしょうな。素晴らしいバッティング。ほんま自分で打ちたいやろうな。チーム最強格であろう細川と張り合い出すのくさ。ただの野球大好きおじさんですき。本当に野球大好き人間なんだな。現役時代の血が騒ぐお茶目な監督さん。もうお前が代打でいけよ。代打俺。今年代打で立浪出せるの熱いな。今年の代打の切り札は立浪か。50超えたおっさんの振りじゃねえ。フォーム綺麗すぎるだろ。マジでいいスイング。リュウソラより良いバッティングしてる。ショートのポジション空いてますよ。現役復帰しますか。素晴らしい我。我意識してて草。2480アンダーはだてじゃねえ。さすがミスタードラゴンズやわ。立浪に限らずコーチ陣とかってずっと立って見てるから、ある意味選手よりしんどいでしょ。綺麗なスイングなこと。ちゃんとボールの下切ってスピンかけてる。ノックバットで手打てるってさすがのバッティングコントロール。監督も体動かさなきゃ。見てたらうずうずするよねー。加齢によって衰えたとはいえやっぱさすがのスイングとフォームだわ。センスと技術の結晶って感じ。マジで現役の選手より打ちそう感ある。歩き方とか見ると腰相当痛そうだけど触れるもんなんだな。懐かしのバッティングフォーム。細川は大丈夫って信頼してるからこんな息抜きもできるんだろうね。むしろ細川より気になってくさ。今年のキャンプのタッツ、常に楽しそうに見える。静観するのは口を出すより難しいとよくわかる動画。落合監督のフリーバッティングも美しかったけど、達さんのスイングも本当に美しい。立浪和義とかいう今ドラゴンズに一番欲しい選手。ちゃんとレジェンドなんだよな。